ジョナタン・テハウはタヒチ出身のサッカー選手。タヒチディビジョン・フェデレールのエースドラゴンに所属。ポジションはミッドフィールダー。双子の弟アルバン・テハウとロレンツオ・テハウ、いとこのテアオヌイ・テハウもタヒチ代表のサッカー選手である。2011年8月27日、パシフィック・ゲームズ2011のフィジー戦でタヒチ代表デビューを飾る。2012年6月1日、 OFC ネーションズカップ2012のサモア戦で初得点を記録。この大会では通算4得点を挙げてチームの初優勝に貢献し FIFA コンフェデレーションズカップ2013への出場権を獲得した。2013年6月18日、コンフェデレーションズカップ本大会の初戦でアフリカ王者のナイジェリアと対戦。3点ビハインドの後半9分。 コーナーキックからヘディングシュートを決め、タヒチ代表にとって、フィファ主催の国際大会で史上初となる歴史的なゴールを奪った。しかし、その6分後にはクリアミスからオーンゴールを献上。試合は最終的に1から6で敗れたものの、大会史上初めて両チームのゴールを挙げた選手として、その名を刻むこととなった。 この結果、多チサッカー連盟は公式ツイッターで同じオセアニア地域にある各国のサッカー協会に対してこのゴールを全てのオセアニアの国のゴールだと投稿し、その喜びを表現した。プレイヤーズ17ジョナサン・テハウ。FIFA 2014年4月24日閲覧。テハウメイクスドリームスカムトゥルー。FIFA 2014年4月24日閲覧。 多チサッカー連盟による2013年6月17日5時20分の発言、歴史的初ゴールに多チ協会、すべてのオセアニアの国のゴールだ。ワールドサッカーキング、2013年7月9日閲覧。ありがとうございます。